はい、えー、こんばんは。ポッポンプグニャンストリームです。ということで。まあ、やっぱ参院選のね、話っていうことで、えー、まあ、いきなりというかですね。まあ、やっぱその、まあ、さっきも時事通信にも、あの、出てたんですけども、えー、改憲勢力は3分の2割れと。えー、自民、公明、維新だけではですね、やっぱそ、あのー、3分の2足りないと。 いうことみたいでね。ええー、まあ、その可能性が高いと。まだ決まったわけじゃないんですけども、えー、改憲勢力、えー、国会、発議っていうんですか、に必要な3分の2の164議席を割り込む可能性があると。えー、いうことでね。まあ、これは、い、あの、このままね、ええー、その、投開票日まで、えー、維持できたらね、まあ、いいんですけどね。 えー、まあもっともっとね、やっぱその与党、えー、自民公明維新がね、えー、減ったら面白いんちゃうかなと、えー、思いますけどね。<laughs> えー、ということで、えー、キハさんこんばんは、ヨシさんこんばんは、ナカさんこんばんはということで、まあまあ本当にね、 えー、今日もね、ま、いろいろ、あの、まあ、時事通信もいっぱい情勢とか書いてたり、まあ、他にもいろんなね、あのー、出てたりするんでですね。やっぱ、えー、昨日、今日、明日でこう3連休ですから、まあ、明日が海の日なんですかちょっとわかんないですけども、まあ、明日もね、えー、もう行くとこなかったらね、えー、投票所に行ってきてほしいかなと、期日前投票ね。うん ま、やっぱり、この、まあ、情勢調査っていうのはあくまで調査ですからね、これ、えー、投票行かへんかったら、えー、結果がね、変わってきたりす、するかもしれないんでね。本当に、うと、ん、もやさん、今夜ありがとうございます。えー、野党の追い上げが一人区で出てきましたと。チューンス、チューンスさんですか。こんばんは、はじめましてと。はじめましてありがとうございます。ということで。 ヒロウモンスさん、こんばんは、ということでね。いや、今日、あの、YouTube にもね、方にもアップしましたけども、まあ、やっぱ東京選挙区ね、えー、公明党の山口陣営はですね、まあ、キラヨシコに、えー、負けたらですね、敗北だと、え、いうことをね、まあ、こ,のこれも G2 信に書いてたんですけども、いや、本当は、あの、負けたらね、あの、東京選挙区で、 え、公明党の山口さんが、キラヨシコさんに、えー、得票で負けたらですね、本当に山口さんが当主辞任に追い込まれるかもしれないっていうね、まあ、そういうことを、あの、言ってるんじゃないのかなと思うんでね、やっぱ東京選挙区も、えー、まあ非常にね、僕は、あの、注目してるんですよね。うん、まあその、 えー、た、単にね、あの、当選するかどうかっていうよりも、やっぱり順位とかねあ、どれだけ票を集めれるかっていうね、そういうところにもね、あの、<laughs> 注目かなと <laughs>、思いますけどね。えー、あ、こえー、コイン、お茶、えー、ありがとうございます。デルフォイさん、スナさん、アウルさん、アムネスさん、マガキさん、ありがとうございます。 えー、一人区、前回は、野党は前回の参院選より厳しいのはなぜなんでしょうかと。なんか東北がね、全部買ってもおかしくないのにね、えー、なんか、結構東北がちょっと、えー、大丈夫かなっていう感じになってますね。ただ、なんか秋田県がね、やっぱそのイージス、地上イージスですね、イージスアシア問題とかで、今んところ寺田静香さん、 が、えー、名前が先に来ていると。まあ、接戦みたいですけどね。まあ、ほんと、もっとね、だからで,でも本当あのー、これからね、もっともっと頑張ったら、あのー、決して、えー、寺田、中泉っていうんですか、中泉が横一線と、秋田県は、えー、変えてるんでね。今まで秋田、 はずっと、ね、自民党が勝ってきたのに、まあ、ここは、あの、野党統一候補って言っていいんですかね。えー、寺田さんが、えー、取りそうな感じだと。うん、ま、だ東北もね、まあ、ほん、あのー、他にもね、全部、えー、宮城はい、石垣のりこさんと、愛知さんですかまあ、競り合っていると。えー、だからここも取りそうなんですけどね。岩手も、 えー、野党統一補の横沢さんやったと、横沢さんと平野さんが接戦と、ここも取りそうと。秋田、宮城、えー、岩手は取りそうなんちゃうかなっていうね。うん、まあとにかく、まあ、まあこれも本当参考程度ですけどね、これね。本当に。えー、いや,やっぱり、もうその、 実際にね、その、現場の人が頑張らないと、こんなもう、あの、結果なんてね、えー、あの、影響しないと思うんでねうん、厳しいの。福島さん、これからやねと、大阪はと。辰巳高太郎さんもね、本当に、ええー、まあ最後の、 あのー、一議席でしたっけ、えー、大阪4ですからね。えー、維新が2位取りそうだと。ね。ほんで自民の太田夫妻さんも取りそうだと。えで、ー、最後の一議席をめぐって公明と辰巳孝太郎さんと立憲民主党の亀、えー、石道子さんが、えー、あのー、争ってる感じっていう、っていうふうには言われてますけどね。うん まあまあ、これも本当に、ええー、いや、頑張っていただきたいなと。うん、まあでも、辰巳幸太郎さんだって、その、前取ったときもそんな取りそうやというふうに言われてなかったんちゃうかなと思うんですよね。うーん。え、共産党が選挙区で、あのー、議席取るのみたいな感じやったと思うんで、6年ぐらい前はね。うん まあだからそういうことが言ってもね、まあ全然その、ええー、まあサプライズみたいなのが起きてもね、おかしくないんじゃないのかなと。思いますけどね。一人区の様子がわからないと。ええー、まあいろいろネットにも書いてます。教託金高すぎと。ええー、新潟、注目区教えてください。 新潟はあれでしょ。内越桜さ,さんと塚田一郎さんが競り合っていると。まあこれ、まあ、時事通信だけ、他にも書いてあるね。やっぱ内越桜さ,さん。えー、ここの野党統一候補でしたっけ立憲民主党がどっちか忘れましたけども。野党は新潟はね、強いですからね。だから全然勝ってもおかしくないと。まあただ、絶対勝てるかというと、そこまでのあれじゃないっていうのは、 新潟県知事選でもね、ええー、あの、自民党の候補が勝ったというのがありましたからね。いや、頑張ってほしいなと。だから野党はとにかくね、あの、楽勝ということはないですからね。与党は楽勝っていうのはあってもね、野党はやっぱ、やっぱ頑張って頑張って勝てるかどうかっていうところなんじゃないのかなと。ええー、思いますんでね。 もうね、本当に。えー、竹内さん、こんばんは。大石さん、お久しぶりです。僕の地元は公明党と共産党だらけですと。えぇ、ー、3分の2割れ。供託金ね。まあ、いっぱいかかるっていうね。ね野党あと、頑張ってほしいと。安倍政権にはうんざりだと。えー いうね。えー、世直し、よしこさん、ぽぽんさん、こんばんは。冷麦茹でてました。と。ね、えいいですね。まあ、あ本当はあのね、か、もうちょっと風、風っていうかね、やっぱりその冷房つけすぎてね、あの、ちょっと、喉がね、なんかね、ちょっと調子悪いなっていう感じになってますんでね。もう、今日は、ね、今日は寝てましたね。 えー、もう気をつけてほしいなと、皆さん。えー、もう選挙もね、いろんな外線見に行ったりしてる人も、あの、これ聞いてる人は結構いるかもしれませんけども、まあ熱中症とかね、気をつけてほしいなというのは思いますんキラさんが無党派層からの支持が高いのと、令和の野原義政さんですかね、公明党の評判っていうのが原因かと。 いやそれもあるかもしれませんよね。うん。やっぱ東京選挙区のあのポスターは面白いですね。あれね。山口夏夫さんっていうのは、公明党という文字がね、あの、ポスターのどこにも入ってないんちゃうかなっていうぐらい、もう全然目立てへんと。まあ、それで公明党の党首っていうのもね、どうなんかなと思うんですけども。その、えー、左斜め下にね、野原さんの、えー 令和新選組の野原さんのポスターが入ってて、総価学会、えー、沖縄総、えー、年部って書いてるっていうね、すごいなっていうね。えー、なんかもう公明党の人間違って入れてしまうんちゃうかっていうね。野原さんの方にね、なんかそういう <laughs>、あの、面白い <laughs>、あの、ポスターやなと思った東京選挙区のね、ポスター、えー、見てましたけども。 山口さんはポスターの時点で負けていると、公明党入れてないとね、うん。いや、本当に入ってないですよね。あれね、どこにも公明党の、あの、ロゴが入ってないっていう時点でね、ちょっとやっぱ首かしげるなと。うん、それでキラさんに負けたら敗北だ、言うてんのはどうなんていうね。もうすでに大丈夫なんかいなよね。 えー、も,うもう野原さんを党首にしたらいいんちゃうかなっていうね、左斜め下に <laughs>、沖縄創価学会で書いてるね、<laughs> なっちゃん弱腰と、えーなん、こんにゃくさんなんだかんだで野党統一候補の擁立が遅れたので名前が浸透してないと、まあ、それもあるでしょうね。 令和、例は山本太郎さん、特定枠に入ってないですが、どういう戦略なんでしょうかと、本人は受からなくてもいいのかなと、まあね、まあだから、あの今日は比例のね、あの情勢というのも、軍事通信に書いてて、令、ま、和、あ、新選組は、まあ、議席獲得の可能性があると。だからまあ1議席 えー、取れそうっていう感じなんですけども、やっぱり一議席じゃ山本太郎さんまでには届かないと。えー、特定枠の一番の方ね、難、えー、何病の方でしたっけが、一、えー、番に入っててね、二番目も、えー、その障害者の方っていうの、ことですから。これまあね、あの、ネットで言われてたのは、えー、その特定枠で通った人が、 あのー、辞めたら山本太郎さんになる可能性があるということも、まあでもそれもね、難しい、どうなのかなっていうね、まあそういう可能性あるのかなと、と、えー、思ったりするのもあるんですけどね。ま、うん、あもうわかんないですね、これね。えー、まあだから、まあ僕は、だからその、どう考えてるのかわかんないですけど、その令和のね、 特定枠の人が、まあ、一人当選したら、えー、まず国会をバリアフリー化する、え、ことに力入れると。で、バリアフリー化したら、えー、山本太郎さんにバトンタッチとかねん。そういうのもありなんちゃうかなと。えー、いや、僕個人的に思ってたんですけども。うん、どうなんのかな。えー、気温が高くても気をつけようと。ね、本当に。 もう熱中症にね、気をつけてほしいですね。ほんまに。無理はしないと。えあ、ー、候補者の方はね、あのー、結構無理、無理っていうかね、あのー、もう選挙っていうのはすごいもうアドレナリンっていうか、なんかそういうのが、えー、なんか出てるのかなんか知りませんけど、疲れがね、知らない。あんま疲れへんみたいですね。選挙戦中ってね。選挙終わった後にぐたっと疲れるっていうね。 そういうのなんか聞きましたけどえー、確かに。今日の NHK ニュースは東京選挙区の特集やってたと。割と公平に、え全、ー、候補者取り上げていたと。あ、そうですか。放末以外はと。うん、ねえまあ本当も、東京選挙区もね、いっぱい出てますからね。だから東京選挙区、 で、どうやってこうね、あの、やっぱ勝つかっていうのもすごく大切やと思うんですよね。だからやっぱ公明党が山口さんがね、キラさんに負けたら敗北だと言ってんのも、<laughs> それだけメンツっていうのはありますからね、えー、公明党の党首がね、えー、その、キラ、キラヨシコさんという党首でも何でもない人に負けるっていうのはね、やっぱり、ね、 <laughs> それダメージっていうかインパクトあるわなぁ、いうね。なっちゃん、弱虫なのかなと。えー、立憲、青森の立憲の小田切さんが、あともう少し追い抜けるかもしれないところで頑張ってほしいと。えー、ね、ほんと、小田切さん、えー、もう、えー、どうやったっけ まあ、もうちょいっていうところでしょこれ多分ね。えー、そんなんやったと思いますよ。うん、まあ、だから野党がね、票を、野党の票を足せばね、あのー、いけんことはないと思うんでね。だからまあ、あともうちょい、えー、頑張ればですね、情勢も変えれるんちゃうかな。 えー、もうすごいコメントがね。えー、ありがとうございます。追いつかなくなってきましたけども。YouTuber 小池は迫力だと面白い。山本太郎さんセンスがいいね、と。マジでポスター貼ってない,い。貼ってないんじゃないですよ。ポスターは貼ってるけど、山口さんの、えー、ポスターには公明党という文字が見当たらないというかね、どこに書いてんのかな。キラーさん可愛いですよね、と。 えー、キラという名字多いの。丸川さんよりずっと感じがいいと。えー、だねぇ、ほんに。あ、すませんやね。えぇ、ー。だ無党派層の指示は丸川さんについで、えー、多いっていうね。なんかそういうのも、えー、キラさんに関しては書かれてたんでね。だキラさんもなんかね、あの、江動画見てたらね、あの、あ、元気、 すごい、やっぱり、こう、乗ってるなっていう感じがしましたね。あの、YouTube の、あの、ね、僕アップしたやつ見てほしいんですけども、あポポンスターンって手振ってくれてますんでね、あれね。<laughs> アルトさんとってきてくれたやつ。やっぱり、あの、乗ってはるなっていうね、 あの、感じしましたね。大月、えー、香里さんという江東区の区議の方と一緒に出てるやつ見たら、えー、ポポンさんって手振ってましたよ、キラーさんがね。えー、ありがとうございますってうことで。<笑><笑>なんやねんっていうね。自慢かえる、ね。えー、いやいや、それぐらいね、本当に、あのー、あの感じはいいんやろうなっていうね、って思いましたね。 えー、熱中症は事前の対策しようと。うん。なんとか野党、共闘の成果出してほしいと。ねえ、本当に。うん。てか、まずはやっぱ大きな、あの、目標点のね、改憲勢力3分の2、阻止と。えー、まあそれが見えてきたかなっていうのは良かったんですけどね。まああとはもっと野党が議席を、えー、獲得、 できるかどうかっていうね、どこかなと。えー、ちょっと待ってください。っていうとこかなっていうふうに思いますね。武雄さん、昨日期日前投票に行ってきました。選挙区、朝香ゆかさん、比例区共産党に出てきたと。うん、あこれ朝香ゆかさんのね、神奈川の、神奈川選挙区も、 えー、あのー、最後の議席、神奈川って何議席やったか忘れましたけども、えー、最後の議席をめぐってですね、この浅香由加さんと維新の松沢さんが、えー、競っていると。三、えー、人区ですかね、神奈川ね。残る1議席を、共産新人の浅香由加さん、維新現職の松沢さんが激しく競っていると。えー だから、ま、これで言ったら、あの、ちょっと浅香さんの方が、えー、先に来てるのかなっていうね。いや、これが最後まで、えー、この東海、東海表日って勝たないとね、これ意味ないですからね、これね。だ松沢さんもね、あの、えもっと知事もやってたりとかして、なんやかんよってしぶとく生き残ってはる方なんでね、えー、はもう侮れないですよ。 神奈川っていうのはやっぱあの、ええー、あの、元共産、元っていうかね、共産党の前議長の、ええー、不破さんの地元でもあるということで、ええー、不破さんも、ええー、なんか外線やってはったんですか,なんか今度埼玉でもね、あの、伊藤学さんの、ええー、応援演説になんか駆けつけるとかって、えらい、もう元気やなっていうね、ええー、感じになってきてますけども。 えー、まあ、無理せずに頑張ってほしいなと、と、えー、思いますね。キラさん応援いたしますと。えー、あと一週間。山口さんのミスプリント。いや、そんなことないでしょ。ミスプリントやったらね、あの、だって、あれですよ。あの、貼り直しもね、すると思うんでね。 うんその辺をどないふうにして考えてるのかなっていうのは思いますけどね。うんえー、ちょっと待ってください。ねちょっとパソコンをいじっておりますということでね、えーえー。お茶ありがとうございます。ひょっとしたらまたちょっと途中で切れるかもしれませんけどね。 ちょ,ちょっとね、えー、今、えー、ちょっと、どこやったかいなと。まあね、本当に、ちょっと、あ、いけた、いけた。えっ、ー、と、ポンポンポポンポンプグニャ。<laughs> <あの笑>ちょっと今、あの、 ちょっと、作業やってますんで、ちょっとごまかし、ごまかしながら、えー、やっておりますということで、えぇ、ー、あ、ここか。うん。えー、さあ、どうだ。ちょっとコーヒー飲みます。 大丈夫これでいけるかな、うん、まあ選挙もね本当にもうあのみんなねギリギリの戦いをやってると思うんですけども、えー、もう僕もパソコンもギリギリかなみたいな、えー、今なんとかできました。えー はい、あ、なんとかな、なんとか大丈夫でした、パソコン。今んとこね、重くはなってないんですけどね、えーまあ、それは良かったなと。令和頑張れと。朝香ゆかさん入れましたのツイートがここにきて多くなってますと。 ソラゴンさん、東京選挙区、令和頑張って議席取ってほしいです。丸,丸川さんよりキラーさんがいいねと、と、うん。埼玉、神奈川、愛知、大阪は4人区です、と。公、えー、明の名前を外す意図がよくわからない。マサルさん。ね、え、まあほん、だからそれだけもうね。 あの、東京での公明党っていうのはイメージが良くないんじゃないのかなと。まあ、それはやっぱりその都民ファーストにね、あの、都議選の時に自民党と定期って都民ファーストの方にくっついて、ええー、っていうね、経緯がありますがその後都、都民ファーストが、ええー、一気にね、あの、ダメになったというね、こう衆院選の時に。 えー、希望の党になったんですかねあの、国政の時はね。うんだその好意症みたいなのがあると、公明党も、えー、イメージが、えー、あんま良くなってないんちゃうかなと、ということが、えー、考えられるのではないのでしょうかということでね、えー。林さん、公明党に自信の持てないポスター。 えね、ポポンさん応援してます。頑張れ、ポポンと、えー。ありがとうございますあの。僕応援してもね、あの、当選するかどうかはわかんないんで、ね、<laughs> まあまあ、あの、僕応援していただける方は、ぜひ、あの、チャンネル登録をしていただければですね。えー、あの、すごい励みになりますんで、ね、よろしくお願いします。 え野原義正さん、山口夏夫さんの票、どれだけ削れるかなと。まあそこですよね。うん、だからまあ、いや、まあ、もう、例、例がの野原さんの当選っていうのは、今んとこ、あのー、名前っていうのは出てないですけども、ただやっぱ公明党の山口さんの票を削るっていう意味ではですね、やっぱ効果あるんじゃないのかなと。 まあだから野原さんいつも、まあそこが大きな、あのー、一つの目的っていうのはあるんちゃうかなと。いや、もちろん当選っていうのも、あのー、狙ってはる、狙ってると思うんですけども。うん。本当に。当面入れるでしょう。頑張れ。ママスさん。辰巳孝太郎。自信がないのかな。山口夏夫さん。うん。いや、でも、当主で名前入れへんってあるかっていうね。 っていうのは思いましたね。だからびっくりしましたね、あれね。東京選挙区の、えー、あの、ポスターはね、本当に。うん、えぇ、ー、ださなね、これ。こちらありがとうございます、えーうん。 竹石さん、今まは自公維新で3分の2割ですかと。いや、まだ、まだ決まってないですけど、まあそういう予測が出ていると。いうことですね。野菜デモスさん、レオンさん、お茶ありがとうございます。アムネスさん、そういえば今日電車で隣の人に、山口さんお願いしますって言ってる人がいてましたと。いや、公明党でこういうの多いんですよね。 僕もあの、イオンで、あの、椅子座ってるね、あの、高齢者の人に、あの、その横に座って、え、今度公明党で、みたいな、あの、聞きましたからね。まあ、その積極性というかね、あの、はいいと思うんですけども、まあ、それが、え、どうなのかと。まあ、だんだん票がね、減ってきてるっていう危機感はあると思うんですね、公明党もね。うん まだまあその積極性はいいと思うんですけども、まあ、それがこう、あの、うざがられるというかですね、えー、そういう逆効果もあるかもしれんなと思ったりするんですけど、どうなんかなっていうね、えー、思ったりね、しますけど。うん、共産、 共産党が比例で、原油議席下回るんじゃないかと、すごくみんな心配していると。二ひさんが当選するかどうか、怪しいレベルですごく心配と。えー、まあ、今んとこね、この今日の時事通信では、えー、原油維持かみたいな出てますけどね、んでもやっぱも,もっとやっぱり比例票をあの共産党もね、あの って伸ばさなあかんやろうと。ええー、いうのはね、思いますけどね。なんかね、聖太さん。比例の学会員票が山本太郎に流れるかそう,うもあるかもしれませんよ、本当に。うん。あの、学会、ね、公明党も、ね、だんだん票を減らしてきてるっていうのがですね。ええー、まあ、この間のね、大阪のね、あの、選挙でも、 えー、大阪と地方選でね、大阪と京都で数票差ではあったんですけども、議席を落とすっていうね、えー、ありましたかね。京都では共産に負けたんちゃいましたけどね、あれ公明党が数票差で,で。大阪でも維新にね、数票差で落としたっていう。だから公明党っていうのはもう、あの、100%買って当たり前のとこにしか、 あの、候補立ててないですかね。だから100%買って、ええー、当たり前なんですよね。それがやっぱ崩れてきてるっていうのがね、えー、すごく、ええー、あのー、なんか興味あるなっていうかね、うん、思いますけどね。ええー、辰巳さん危ないんですかありえないよ。辰巳さん頑張ってと。と うん、だから、辰巳行動さん、今やったらやっぱりちょっと、あの、大丈夫かなというところになってますのでね、最後の議席を争うっていう中に入っていると。そこに公明党と、えー、辰巳さんと、えー、立憲の亀井さんっていうね、うん。いや、だから本当に、あの、頑張らないと、えー、あの、危ないと思いますよ。辰巳さんは、本当に。いや、いい人やと思いますけどね。 でも情勢的にはそういうふうになっていると。うん、公明党は鉄板じゃなくなった。うん、公明党ってのはやっぱもう鉄板で当たり前なんですからね、あれね。あの冒険しない党なんですから、この勝てるかどうか分からへんところには立てないっていうね、えー。自民党の支援に回ったりとかですね。 うん、だから僕は本当大阪ダブル戦の時はね、公明党が、えー、柳本さんと、えー、もう一人名前も忘れましたけども、ね、府知事選とね、市長選で公明党が推薦出した時は、おいけるんちゃうか思ったんですけどね。それが、テントね、えー、やられてしまったっていうのはね、のあの、力っていうのもですね、そんななんかないねんなっていうのを思ってしまったっていうね。 えー、公明党は連立離脱しないと、学会の離反は防げないのではと。MH ですうん。まあだからやっぱ、あのー、ね、やっぱその安保法から始まって安保法とか、えー、辺野古の問題だったりね。やっぱその公明党、おかしいやろっていうのが、このね、今回令和から出た野原さんが、えー、 沖縄ね、沖縄のからですね、東京選挙に出たって、そういうのも繋がってますからね。やっぱその学会の人、公明党支持層にもやっぱりおかしいんちゃうかっていうのはあると思いますよ。えー、ね、もう。 地元では確かに浅香さんには勢いがあるようですと。えー、あ、そうですか、うん。ちょっと待ってくださいね。えー、野原さんに投票する学会をはじめから山口さんにはいられないんじゃないのかなと。まあまあ、それはそうだと思いますけどね。うーん。さん、お茶ありがとうございます。また、し郎さん。 えー、週刊現代週刊文春の分析記事は自民党の候補の評判が良くない人が多いと。えー、野党共闘もきしみが見られると。うん。まあだから一人区でね、32ある一人区でどれだけ勝てるのかっていうと、やっぱ野党はそんな、んかまあ10ぐらいとかね、なんかそういうふうに言われてますよね。なんかいや、もっと頑張りましょうと。 えー、明、ま、日、あ、もね、明日も休みで投票も行けますから、えー、期日前行ったりね、アグレッシブさが吉と出るか、京都出るか、ね。B ニートさん、うちの連れ合いは服のお直しの店やってます。お客様の総科学会のご婦人、いくら説明しても視野がまっすぐで、聞く耳持たない、硬い、硬いと、えー。あ、そうなんですか。<laughs> <laughs> なるほど <laughs>。いやいや、まあ、それも学会の人って、あの、まあ、なんかあんま話合いませんよね。うん。いや、僕もあんま昔はね、そういう人と,と話したことありますけども、えー、池田先生がと、えー、池田先生はこんなに素晴らしいんですよ、みたいなね。うん。いや、本来だったら今の公明とはどうやねんって言いたくなりますけどね。 あの、ほん <laughs> に野原さんが言ってるように、えー、池田先生の教えにですね、あのー、反してないんかいなと、今の公明党っていうのはね。うん、まあ、そうやから野原さんっていうか、こう、あの、反響を翻したっていうね、っていうのはあると思うんですけど、えー、公明党関西されたら、ね、肝ってね、えー、あるかもしれませんね。<laughs> 東京で公明党の名前出さないの、都議選で都民ファーストを支援したのが原因と言ってる人もいた。まあ、それが大きいでしょうね。まあ、それしか、ええー、ちょっと考えられないかな、っていうのは思いますよね。うん、まあ、だから公明党は票を減ることをね、危惧してんのかなと。来週から無党派層の票が入ってくるから、ええー、まだまだわからないと。えー、MN さん。 野党全体で三分の一少し超えるぐらいでは、えー、無所属国民民主に引き抜きがあると思うか、ら一議席でも多く上積みしたいと。そうですね。ねだからまだまだね、本当にあの、みんなが投票行ったら変わるわけですからね。京都の立憲民主党は反響で共闘してますから、ね ま、本当に、えー、京都のあのね、倉林さんも、やっぱりその立憲の、えー、増原さんが、ね、えやっぱ追い上げてきてるみたいですからね、えぇ、ー、まあ、頑張ってほしいなと。これは倉林さんにもね、お話し聞いたりしたんで、えー、東京は立憲に議席目視野に入ったと。時事通信。 えー、二議席目というかね、だから塩村彩香さんと、えー、もう一人ね、朝日新聞の山岸、えー、一世さんですか。えー、山岸さんが、まあ、に、行けそうだと。っていうのはいいんじゃないのかなと。えー、ということは、音北さんを、維新のね、音北さんは、えー、厳しくなってんのかなっていうのがね、うん、えー、あの、思いますね、これね。えー 一人区は厳しい、えー。クーガーさんと野原さんの外旋で、静岡の学会の方が嫌がらせを受けたと告白してた。あそうですか、ね。本当にもう。もうこういうのも,もうね、嫌がらせとかね。もう、野原さん自体が沖縄でね、なんか、ま、あの、なんていうかもう仲間外れにされてるみたいなね、そういうこと言ってはりました。 え、思い切り原点忘れてる、公明とは。妄想、レティ・クルザさん。いわゆる青木率は自民が50切ると出ているらしいと。ま、ですか。切るって言うのはなな難しそうな気がしますけどもな。でもね、減ったらいいですよね。今日なんかあの、萩生田さんがね、あの、三重選挙区で、えー、自民党のあの、三重県連会長でしたっけ え、が、女性候補にね、最大の功績は子供を作ったことだと、え、いう、とんでも発言したんですけども、それは萩生田さんが、え、擁護してるっていうのがまた出てたりしましたからね、やっぱ女性はやっぱ自民党に、え、票を入れるっていうのは抵抗あるんちゃうかな、と思ったりね、あの、したんですけどね、それでも入れんのかなっていうね、 静岡の S とか怪しいらしいと。えー、静岡もね、あの、えぇ、ー、議席目は接戦とかじゃなかったですよね。えー、徳川家広さん頑張ってほしいと。うん、徳川さんと、この新しさんでしたっけえー、が接戦みたいですね、これね。うん 元北さんはやめてほしいと。えー、松井さんみたいな人は東京で嫌われると。なん維新もでも東京でね、なんか、えー、松井さんが開戦したりとかしてるみたいですね。なんかちらっと見あの読みましたけど。えー、M やす。創価学会が打ち毛羽起こして再起不能までに崩壊したら、い,い いな,いふなので、前に進めてくださいってなるのにと。えー、<laughs> もうね、みんなもうね、えー、すごいですね。まあ、男尊女卑内閣ですからねと。一人しか女性の閣僚いないしと。まあ、本当にね、ほんと僕は歪んでると思うんですけどね。今のこう これね、子供作ったのが大きな功績だとかっていう、まあ女性の仕事ぶりを全く無視するような発言をする人たちが、それを擁護する人たちがね、やっぱり自民党にたくさんいるからですね、えー、やっぱその日本の発展っていうのがね、えー、他の国にどんどん追い抜かれてのちゃうかなっていうね、気もしますけどね。 だから女性だけの問題じゃないですよね。昨日もなんか、知事通信出てましたけども、男性がね、育休、育児休暇を、えー、取れないという割合が多いっていうのが出てた、見てもね、やっぱり女性だけの問題じゃないなっていうね。やっぱ古い価値観に、えー、縛られてるからですね、やっぱりその、 えー、労働の状況というのも良くならないというのはあるんじゃないのかなと。まあじょ、女性は家庭にしてですね、えー、家事と育児をしとけみたいなね。でも、でもそういう時代じゃなくなってきてるというね。あの、良くも悪くもね。うん。小川さん、じゃあ子供産まない女性はいらないのかよと。たまに来るなと。ね、本当に。 そういう面でもね、ほんとこう、かなりやっぱり、あの、反感持たれる発言をしてると思うんですけどね、自民党の議員っていうのはね。保守層はそういう価値観なんです。さとしさん、こんばんは。えー、静岡の国民民主は新馬さんっていうんですね。新馬さんは共産党全国比例の新馬和之さん。 シーバーさんという方もいるんですよね。<laughs> えー、自民党は議席数男女半々の共産党を本当に見習うべきと。ね、だから本当に、共産党はやっぱ女性がやっぱ元気があるっていうかね、あのー、やっぱその、なんだ、えー、ライターか誰かかもねこのずっと前、ずっと前とか前ね、週刊朝日に。うん まあだからそういう意味でもね、キラーさんとかが人気あるのも、ええー、わかるかなと、ええー、思いますけども、うん、絶対選挙に行ってくださいねと。2000万貯めるより政治変えろが簡単と。そうそう。だからね、本当に小池さんも言ってましたけども、小池晃さんもね、えー、2000万貯めるよりもですね、自民党落とした方が早いと。えー コストが、コストパフォーマンスがいいんじゃないかと。コスパがいいっていうね。えー、自民、公明、えー、各党当然高齢化しているのではと。フランスの黄色いベスト運動を教えてくださいと。まあ、僕が教えてほしいわよね。黄色いベスト運動って <laughs>。ありましたけどね。僕はあんまり分かってないんでね。えー、そうそう。だからもう本当にね、だからもう遠い、 各党の党員も高齢化してるっていうのもありますからね。やっぱこう、いろいろね、あのかん、課題はあるんじゃないのかなと。選挙期間中自民党はテレビ CM 流してますが、えー、これってい大丈夫なんですかと、うん、まあどうなんですかでもで、アフーのトップ見てもね、あの、いろんな政党の,あの動画のコマーシャル流れたりするんでね。 誰かが自民、自民は昭和のおじさん政党と揶揄してたと。なんかほんまそういう感じですね。いや、いいのかなと。なんかほんとなんかその、ま、数の多い方が強いんだみたいな考え方もなんかもう昭和っぽいっていうかですね。やっぱりこう、なんかそれもね、あのどうなんかなと。 公明党のね、ポスターは小さな声を聞く力と。山口さんのポスターをよく見かけるんですけども、今でもね。それはそれでどうなんかなっていうね。公明党はあの、沖縄県民投票の結果を、辺野古反対多数の声を聞かへんのかと。えー、その言い訳で小さな声を聞く力って書いてんのかなと思ったりしてね。それはそれでどうやねんと思いましたけど。 <笑><笑>えー、ゼネコン自民党、えー、自民のドリル優子さん。あ、これはもなんか言ってましたね。なんかね、ドリルさんも、えー、ふざけんなと。えー、辰巳さんがいなくなったら森友の追及力が弱くなるなと。いや、本当にね、本当に辰巳さんもすごい、 あのね、森友問題もそうですし、あとコンビニのね、問題とかも、ね、すごく頑張っていらっしゃるんでね。いや、これは本当頑張ってほしいな、って共産党でいわゆるママさん議員が多いから、町の世話好きおばあちゃん議員になることが多いイメージ、うん。まあまあ、だから、良くも悪くもね、あのー、もう普通のおばあちゃんみたいな感じの人が多いっていうのはいいとこやと思うんですよね。 うん。まあ、だから、それがこうね、だから、有名人とかじゃないからですね。っていう、まあ、そういう知名度的には弱いとこあるのかもしれませんけどまあその辺をもうちょっとアピールね、できたらいいかもしれません、ね。池野主さん、お茶ありがとうございます。えー、竹部かん、元幹事長が日本は天皇の国と発言し、 主権財務に反すると批判されていると。そういうのもね、なんかもう,もう古いと思いますね。えー、それを言ったら安倍昭恵さんはどうなの共産党も組織もっと透明にしたら支持伸びると。どうしても支持者なら自民でもいいから選挙行ってほしいなと。ま、まあ、これはそう言えますね。 えー、まあ、自民党支持でもいいから、もうとにかく、あの、選挙に行ってきて、投票率上げてほしいな、というのは思います、ね、どこの党の支持だろうがね。うん。やっぱ投票率が今んところ50%程度としか、えー、見られてないっていうところが、やっぱり問題あるかなと。うん。まあ、投票に行かない人は行かない人でね、えー、まあ、事実上の、あの、与党、信任と、 いうふうに捉えることもできないかもしれませんけども、えー、やっぱ選挙にね、やっぱ選挙権があると、えー、あ,のある人はね、有権者、えー。っていうことはやっぱりすごくあの大事なことやっていうのをわかってほしいなとかね、選挙に行く権利を持っているっていうね。うん 共産党の言ってることはみんな望んでることなのに、なぜに選挙票を取れないんだろうとう。だまあそこがね、こう、まだまだ、あの、弱いとこなのかなと。内部留保と特別会議を国民に流れるようにならない。お茶爆児ありがとうございます。昭和というより明治レベルの化石、小さい声を踏み潰す。もう、もうね、もう、 結構皆さんあのヒートアップしてるってことで、ありがとうございますってことで、<laughs> 変化することへの不安もあると。まあそれもあるでしょうね、マルスさんね。でもまあ原、良くも悪くも現状維持っていう人もいてますからね、これ本当に。えー、それがやっぱりね、その、まあ若、若者もなんかそんなになってるっていうのはどうかなと思いますけどね。えー、もっとなんか今の、 世の中がね、ちょっとおかしいんちゃうかとかって、そういう考えに至らない、えー、お若者ってどうなんかなと思ったりもしますけども。んでも、まあ、現状維持を求めるっていうね、えー、ということはあるんじゃないのかなっていうね、えー、思いますけども。ん 大きな声を聞かずに小さな声を聞く力、笑うねと、ほんとと、うんいや。ほんまに。いや、それ小さな声をね、聞く力も大切なんですけども、大きな声を聞けよと。沖 <laughs> 縄県民投票のあの辺野古反対多数の声をなんで聞かへんねや、公明党っていうのは。えー、いや僕思いましたけどね。ほ、うんまに、あ。誰が小さな声と、うん。高安さん。 お久しぶりです。激闘ですね。とえー、もう僕のパソコンも激闘です。いうねえー、明らかに腐り切ってるのにと。投票しない有権者は悪いと、えー。草じゃこうさ。時代錯誤の自民、いつも遅れたりずれたりと。官僚主導よりは政治主導の方がいいけど、官邸主導の安倍政権は論外と、えー。それは難しい。 えー、政治評論家の森田ミノルさんというんですかね、えー、長期政権の後は短期政権が続きやすいと言っていたと。野党が政権取るより自民が分裂するのではと言っていると。えー、な、そういう可能性がね、あのー、僕は、僕もあると思いますよ。だからね、長期政権っていうのはあるし、その後はチャンスやと思いますね、野党にとってはね。 うん、もう本当は、あの、あれなんですよ。なんて言うんでしょうかね。えー、世の中うまいことできてるんちゃうかな、ということに <laughs>、今後なるんちゃうかと、えー。もう一度中、宮島さん、もう一度中選挙区できませんかねと、と、えー。今日、街頭演説聞いた令和の安富さん、良かったです。安富歩さんですかね。 えー、50%がどういうふうにかない。3分の2言われた国民主の右派にアピールするんだろうな。えー、自民党で骨のある人は村上誠一郎さん一人と。そんな希望的観測。今の、えー、今日、昨日学生に聞いてみたら、今の政党って国民を守ってくれるし、期待します、期待していますと言われて悲しい気持ちになりましたと。 いやでも意外とそういうね、人が多いみたいなね、なんか朝日にも書いてましたけども。まあでも、何て言うんですかね、こう、そういう考え方がもうちょっとやばいですね、なんかね。いや、もっとこうしようとか、もっと良くしようとか、あの、現状を変えようみたいな意欲がないっていうのが、なんか、 あの、今の人大丈夫かいなと思ってしまいますけどね、なんかね。あの、自民党が言い悪いとかそういう問題じゃなくね。うん。萩生田さん権限なのに言動は偉そうと。安富さん歩みじゃなくて歩みって言うんですか。安富歩みさんと。えー、国民守るって平気バンバン買うことじゃないんだ。 森さん、国民一人一人の清き一票なんですと。えー、政治に無関心が変わるのか。どこがやねんそんな子供にするのが自民党の教育の成果。参院選のよっぽど民選議員作れる、えー。頑張らんと。まあ本当に投票にね。 ええー、まあちょっとで行きましょうと。明日、明日も休みですけども、休みの人多いと思いますけども。ちょっとついでにね、えー、行ったら画え,えかなと、思いますけどね。まあまあ、えぇ、ー、ちゅうことで、えー、もう、だんだんもう、ちょっとね、えー、1時間ぐらいなんで、えー、もうちょっとで、 え、終わりますということでいっぱいいるんだと。うん。ねええー、派閥の形成、政策形成力がないと。時には起こせよ、ムーブメントっていうことですね。<laughs> まあね、もうほんとちょっと、あのー、ねえ、まあ良く、なってほしいなっていうのは、あのー、思いますよね。 えー、民主党の時代が期待者期待を裏切ったと。ね、まあ、えー、15分ぐらい。いや、もう1時間ぐらい喋ってますからね、これ、ね。ツイキャスが途中で、あの、なんかエラーで切れましたからね、これ。えー、就職して手取りいくらが計算できないのと、親御さんの所得が高い世代だからなのでしょうかと。えー、学生にきちんと伝えていきたいですね。いほんまですね。 えー、もう、地域別に比例代表、非拘束名簿資金するのが一番使用少ないかもしれない。えー、ということで、えー、まあまあ、野党、共闘も、えー、頑張ってほしいですし、えー、もうね、まあ、中盤というか、もう参院選も折り返しであと一週間ですから、まあ、ぜひ、えー、投票に、 えー、行く人がね、一人でも増えたら、えー、ちょっとは日本も良くなるんじゃないのかなと。えー、思いますけどね。ということで、えー、あの、熱中症、熱中症には気づけてほしいなと。水分はちゃんととってほしいなと。えー、ということで、えー、ありがとうございます。<laughs> もうちょっと終わりますね。あの、えー、 まあ、また明日もできればと、えー、思ってますということで。いや、もう最近も本当と YouTube もね、もう、もう2二百人ぐらい聞いてくれてはってね、ありがたいなと。ツイキャスも、えー、多くの方に聞いていただいてるんで、えー、チャンネル登録もよろしくお願いしますということで、と <laughs> <laughs> いうことで、えー、ケンゾさんもう終わりですかと。えー、もう終わりますということで。まあ、また明日できればなと。 えー、思いますんで、えー、よろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら、えー、バイバイ。